カナダ岩と流木流木とは河川や海に流れ込んだ樹木やその一部及びそれらが河岸や海岸に流漂流物として打ち上げられたもののことである。多量に発生する原因として河川の上流部では山間部で発生した土砂災害による倒木などが河川に流れ込むことが挙げられる。また中下流部では倒木し川底に堆積していた下半林が 洪水により洗い流されて流木が発生する。海浜部では、稀に航行中の貨物船から流出した木材が大量に漂着することもある。流木は、本来水中にあるものではなく、偶発的に流入するものではあるが、その頻度は低くなく、存在することがほぼ恒常的である。そのためこれを資源として消費し、そこで生活する動物はいくつかある。 例えば、船食い虫や、キクイ虫は、海産動物であるが、流木を生活の場としている。流木と馬車の車輪を使った、照明器具海岸に漂着する流木を使って、アート作品を作成する、芸術家がいる。また、アクアリウムの世界では、水槽レイアウトに利用するほか、生態の隠れ家や、水草や苔を活着させるなど、幅広く利用されている。 流木から発生する悪は不眠産である。ダムに流れ込む流木を引き上げて、チップ化する事業が行われているが、採算は取れないとされる。泥による汚れがひどいため静止用には用いることはできず、バーク対比下などバイオマスとして利用される。流木がもたらす被害として、以下のようなものが挙げられる。漂着した流木の処分は、地元自治体が行うこととなる。 ありがとうございます。